自民党は今日衆議院選挙に向けた公約を発表しました自民党の公約では派閥の収支報告書の不記載問題を受けルールを徹底して守る自民党に生まれ変わると打ち出し厳しい反省のもと、普段の政治改革に取り組むとしていますまた党から議員に支給されて使い道の公開義務がなかった政策活動費については 将来的な廃止を念頭にに透明性の確保に取り組むとしていますさらに、石破総理が言及してきた日米地位協定の見直しについてはあるべき姿を目指すと記し防災庁については設置に向けた準備を進めるとしました。